皆さんこんにちは、たまごチャンネルです。まあ、今からですね、ちょっと今カメラを、携帯2台とカメラ1台で、昨日ライブでお話ししたピンポン鳴らした時にどんな反応をするのかというのを、撮ろうと思ってちょっと今試してるんですけど、まあ、ちょっと今もう画角をですねこれで決めてしまったので、ちょっと2匹に今合わせてないんですけど、まあ今からですねこの辺でまあちょっと遊んで、まあそこ遊んでる風景をまあ映るかわからないんですけど、撮影してこの辺にいてもらって、今この辺が玄関なんですけど、玄関でピンポンって鳴った時におそらく向こうの方に逃げると思うんですよ。まあそれをですね見ていただければと思います。ではですね、ちょっと感づいているところもあると思うので、少しだけ間を空けてからやりたいと思います。中止中止。ねえ、ダメ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 って。もうあなたの足の音で逃げたって。どん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 言ってあるの。それでもお父さんがドーンって言った瞬間、ブワーって逃げた。テイク2みたいな感じで。どういうこと？もうね、タワさんが分かっとるよ。あ、もうピンポン押すってもう分かっとん。マッチョ。あ、そういうこと。1回目でミスしてしまってピンポンを押すくだりをタワさんがもう覚えてしまったということで、失敗しました。はい、失敗しました。なのでまあ今回ちょっと失敗という動画であげると思うんですけど、まあ、次回にですね期待してもらえればと思います。はい、今回はですね、はい、飼い主より猫ちゃんの方が頭が良かったという結果で、はい、締めさせていただきたいと思います。では皆さんご視聴ありがとうございました。